あれみんな友達ですか？あれ友達です。あのいつもなんかこの海とかでみんなで集まるんですよ。酒飲んでんじゃん。あ、いつもいつもやってたんですよ。なんでこうグロゴロだっガッツリ飲んでるだよ。あれ、なんで俺ばっかり。俺も映りたい。やばいこれは、そう。俺も映りたい。ちょ、俺使って絶対。絶対使ってよ、ほんとに。ちょ、マジ、ほんとに。しゃべしゃべって。緊張してないですか、緊張してないです。俺の友達って毎回すごい応援に来てくれるんですよ。友達愛知に住んでるんで、で試合って大体東京とか、まあ来人だと埼玉とかでめちゃくちゃ遠いじゃないですか。なんかそれでも関係なくすごい来てくれるんですよ。でまあそれこそ年末の来人の時なんて200人ぐらい来てくれて、友達がで僕が勝った時にすごい喜んでくれて、なんかそれがもう嬉しくて、みんなになんかその勝ったとこ見せたいっていうので強くなりたいって思いになったんですね。いつも応援とかにも皆さん来てる。うんうんうん、全部来てるよ。全部行っとる。全部来てるよ。本当に全部来てる。基本食べ口になって海外も全部来てる。韓国も全部行ってる。韓国、中国全部行ってる。去年韓国とか中国で試合してたんですけど、もう友達が30人ぐらい来てくれるんですよ。もう海外まで来てくれるんですよ。ちなみに海外行った人、あ全員じゃないですか。顔結構金かかんないですか。いや応援だったらもうそんな関係ないもんで、やっぱ、うん、金しか持ってないし、釣りは海外で試合して完全なアウェーなわけだけど、やっぱそれで俺らの声でちょっとでもあの活躍してくれればいいかなって。やっぱでもネルクイープのホームでも俺ら行くもんな。もう全然アンゴラも行くね。近所だね。近所近所近所。中国で試合した時なんてもう中国人と喧嘩してるんですよ、みんな。物投げられたりとかペットボトルとか。そうそう、もうアウェーすぎて。ポスターで頭叩かれたとかありました。中国人の応援が1万人ぐらいで、僕の応援が多分20人とかぐらいだったんですけど。场比赛将会进行两局，每局五分钟。比赛裁判。开始了，两局。それでも叫びまくるから喧嘩になるんですよ。1万人対20人が喧嘩になるんですよ。